朝焼け。豊島義男。明るいというのではなく、ただ赤いという色感だけの朝焼けだ。中天にはまだ星が瞬いているのに、東の空の雲表に紅や朱や橙色が幾層にも流れている。光線ではなくて色彩で反射がない。だからここビルディングの屋上にも大気中にまだ薄闇がたゆたっている。手を伸ばしてみると、木のベンチにはしっとりと朝露がある。正常な冷ややかさだ。俺は今、この冷ややかさを感じ、この朝焼けを眺めている。いつ目覚めたのか自分でもわからない。意識しないこの覚醒は不思議だ。あるいはまだ酔ってるのかもしれない。夢の中にいるような気持ちである。だが、この屋外に出てくる前、夜中には確かにはっきり目が覚めた。その夜、俺は日本酒を飲み、ビールを飲み、さらにウイスキーを飲んだ。この最後のやつ、粗悪なウイスキーは、屋台の飲み屋などに氾濫してるカストリ焼酎と同様、敗戦後の悲しい景物だ。その強烈なアルコールは、急速に意識を混迷させるが、熟睡だかどうだかわからない睡眠中にも神経中枢に作用し続けて、その刺激のため夜中にパッと目を覚まさせる。そして目が覚めたら、あとはなかなか眠れないものだ。そのことを俺は度重なる経験によって知った。だから、目が覚めると俺はもう諦めて、布団の中でパッチリ目を開いていた。ぼんぼりの中の二色光が嫌に明るい。いけないのは女が一緒に寝ていたことだ。女、と、そう言い切ってしまえるほど、俺の心はもうキクコから離れていた。いや、初めから俺はキクコを愛したことが本当にあるかどうか、怪しいものだ。彼女は乳房が人並み以上に大きい。もう35歳ほどにもなって、まだ子供を産んだことがなく、しかも幾人かの男の体を知っているであろう。そういう女の大きな豊かな乳房は、ある種の男を甘やかす。悲しいかな、俺はそのある種の男の一人だった。俺は彼女の大きな乳房に甘えた。その乳房は、俺にとっては、つまり女性の体温だったのだ。底知れぬぬるま湯の深淵。だが、何のキーも正気もない深淵。
ただ生ぬるいだけで、眠れ眠れと、すべてのものを誘う盲目の淵。その中に俺は潜り込んだ。快適でもあり、息苦しくもあった。次第に後者の方が強くなって、窒息の危険さえも感じられてきた。俺は彼女を肘でつついてみた。愛する女だったら指先で探ってみるところだが、彼女には肘でたくさんだ。彼女はぐっすり眠っていた。おしろいを洗い落とした皮膚は艶やかで、顔の大型な割に鼻がすっきりと細く、受け口をなして顎が少ししゃくれている。そして安らかな息をしているが、それに一種の好奇があった。大体に酩酊者の息は臭い。俺自身、酔った後の息の臭さを自分でも感ずる。だが菊子はいくら酒を飲んでも、実際はそうたくさん飲まないのかもしれないが、俺の知ってる限りでは息が臭くなることはなく、かえって一種の好奇を帯びた。そのことを俺は女性の体温の浄化作用かとも思ったものだ。盲目の淵の中でのバカな錯覚に違いない。俺自身の息が甚だしく臭いものだから、彼女の息の適度の臭さを好奇とも感じたのであろう。朝露と朝焼けとの中の空気に比すれば、確かに彼女の息はいくらか臭かった。肘でつつかれて、彼女は仰向けから向こう向きに寝返った。大きな乳房がゆらりと揺れた。と、俺は感じた。そう感じさせるものが、彼女の体躯に、ことにその丸っこい背中にあったのだ。寝巻きは着てるが、洗いざらしのその布地はガーゼのように薄く、それがぴったり絡んでる体は、厚ぼったく重々しく、そして柔らかな運気を漂わせている。俺はその運気の中に没入したくなった。が、その時、俺のすぐ鼻先に彼女の耳があった。その耳は、寝乱れた髪の中から変に生白く浮き上がっていた。いびつな楕円形がさらに長めに渦巻いて、その耳たぶの下端は引きつったように頸部に溶け込んでいる。耳たぶというものは、俺が思うには、頬から首への肉付きとはくっきりと区切られて、丸っこく盛り上がっているのが上品なのだ。ところが、女の耳にはいかに下品なのが多いことか。菊子のもその一つで、下端の区切りがなく、地肌へ引きつられて溶け込んでいる。その耳を中野が舐めたのだ。そのことは彼女が自ら告白したのだから嘘ではあるまい。たとえ俺が強要したにもせよ、そんな話をとっさに作り出せるほど利口な彼女ではない。
彼女と互いの体を知り合う仲となってから、俺はしばしば中野の幻影に悩まされた。そして遠回しに当てこすりを言ったものだが、ある時気に食わぬことがあって、中野との関係を詰問した。彼女は笑って取り合わなかった。中野はただ酒を飲みに来る客というだけで、それ以外の関わりは何もないと、頑強に、そして平然と否定した。ただ耳を舐められただけよ。それが何のことだか俺にはわからなかった。もっとはっきり言えよ。だから耳を舐められただけ。ある夜のこと、他の水客も立ち去って中野一人となった。冗談口を聞いているうちに、中野はいつしか黙り込んで、それから実は大変気にかかる秘密事があると囁いた。耳を貸してと言うから、私スタンドの上に乗り出してる中野さんの方へ耳を向けたわ。するとただ熱い息だけで、何の声もしやしない。そして耳たぶに何か触ったようで、それから急にくすぐったくなったからびっくりして飛び上がった。それだけ。それから、中野さん笑ってるから、バカと言って睨みつけてやったらしょげてたわよ。まるっきり子供ね。その幸いではあるが、バカという言葉が変に優しく響いたのを、俺は心に留めた。一体耳を舐められたのか噛まれたのか、どっちだい？舐められたのよ。噛まれたんならすぐにわかるじゃないの。もう一度うっかりしてる時に舐められたことがあるわ。でもそれっきりよ。もう私の方で用心してるんだから。二度会ったとしたら三度会ったかもしれないのだ。それはとにかく、まあ普通なら首筋にキスするなり、耳にきつく噛みつくなり、そうするところを、耳の下っ端をそっと舐めるなどとは、いかにも中野のやりそうなことだ。しかもその耳たぶたるや、地肌に引きつけられてる下等な下品なものなんだ。それをあえて舐めたり舐めさせたりするところに、俺の思いも及ばない濃厚な情感が二人の間にあるのかもしれない。もともと俺が菊子に溺れ込んだのも、あの中野宇三郎のせいだった。菊子、前田菊子が二年半の間満州で何をしていたかは、俺にもよくわからない。日本人相手の料理屋をしているおばさんの家で、帳場や座敷の手伝いをしていたということだが、まあそれとしておこう。終戦になってほどへて、彼女は東京に帰ってきた。おばさんは体を悪くして田舎に引っ込んだ。菊子は一人で酒場を始めた。建物不定の折からだ。都心近くのある半焼けのビルも急速に修復されて、
いくつもの事務所をぎっしり詰め込んだ。屋上に小さな料理店が作られ、それがさらに建て増しされていった。その一宮に、ささやかな喫茶店があった。そのような場所では、一向に客足がつかなかった。それをキクコは、おばさんとその知人との世話で譲り受けてもらい、酒場に改造した。木の腰掛けを置き並べたスタンド酒場で、通勤の少女が一人。通常の酒類にちょっとしたつまみ物。注文によっては同じ棟の料理屋からあり合わせのものが取り寄せられる。帳場の奥に彼女は寝室を一つ持っている。すぐ隣には中年の夫婦者が寝泊まりしている。地階にも二家族住んでいる。ビルのこととて、夜間の戸締まりは厳重だし、不安なことはない。だが、菊子は、その屋上から平地へ降りて暮らしたがっている。家を一軒持ちたいんですけれど、懇意な客に彼女はよくそう言った。しかし実際彼女はそこに家を持っている。だってこんなの小鳥の巣みたいですもの。家が小さいという意味ではなく、屋上の高いところにあるからだ。彼女は美人とは言えないが、まあ尋常な顔立ちだし、見ようによっては男の心を引かないこともない。大柄だから小鳥とはおかしいにしても、もしも単に鳥であったならば、その鳥かごを平地に設けてくれるものがないとも限らない。だが彼女には横着とも捨て鉢とも見えるような鈍重さがある。肉体的な重みだ。昔は仮にもバーと名のつく店のマダムは何らかそれ相当なたしなみや機転を備えていたものだが、敗戦後は大抵酒場のおかみさんとなってしまった。つまり体が丸出しになったのだ。キクコもスタンドの向こうにのんびり構えて、大きく二重に膨らました前髪を額の上に乗っけ、大きなちぶさを乳当てもせずにぶら下げ、下品な耳たぶを若い男にしゃぶらせている。もっとも、警棒などでなく店先で彼女の耳を舐めるような芸当は中野以外の者にはなかなかできなかろう。あの晩俺は中野の言葉そぶりにことに気を引かれた。いつしか俺たちだけになって菊子も一緒に三人でビールやウイスキーを飲んでいた。彼女は客の杯を受けることはあまりなかったが、時刻が経って馴染みのものばかりになると随分飲んだ。ビルの屋上のちょっと厄介な場所なので、店開けは早かったが、九時過ぎにはもう客足は絶えるのだ。もう遅いようね。あら、私の時計止まってる。
と男の声。いつも止まってるじゃないの。でも酒を飲むときは時計が止まってる方が良くはないかしら。私そう思うのよ。それを言ってるのが中野だった。俺はくだらない冗談口にも飽き、酔いも深まってぼんやりしていたが、その男性の女口調には感情をくすぐられた。よせばいいのに、キクコは追求してるのだ。酒を飲むときだけ？そうね、酒を飲むときと音楽を聴いてるときと映画を見てるときと、あの人と会ってるとき。あら、やだ。それから、ここのマダムと会ってるとき。ここのマダムはお酒でしょ？さあ、お飲みなさいよ。彼女がビールをついで、それにまたウイスキーを垂らそうとすると、彼はくねくねと手を振った。そんな強いの私もうダメよ。ずいぶん酔った。階段から転げ落ちて明日の朝死んでたなんて惨めでしょ。そこまで送ってきてよ。スタンドに両腕を投げ出し、しなやかに肩をくねらしてるその死体は、それでも醜くはなかった。髪をきれいにポマードで光らせ、チェックの茶色の背広をきっちりまとい、胸ポケットから真っ白なハンカチを覗かしてる30歳前後の講談師なのだ。俺は立て続けに2本目のタバコを吸って、ちょっと外へ出てみた。大気はよどんでいた。空は暗く、星の光は霞んでいた。街の火は乏しく、あちこちに焼け残りのビルが真っ黒く突っ立っていた。陰鬱な夜と眺望だ。今朝のこの清冷な朝焼けとは、まるで雲泥の相違だった。俺をここに引っ張ってきた園部も、この屋上からの夜明けを眺めたことがあるだろうか。いや、おそらくあるまい。詩人である彼は、ただ屋上のバーということだけで気に入ったものらしい。地下室のバーと屋上のバーとは、共に人の旅情をそそるものだと彼は言った。それは詩人の幻想を育むものらしい。だが俺は詩人ではない。陰鬱な夜の眺望などは嫌なことだ。俺は屋内に戻っていった。中野宇三郎はまだいた。俺はどうして、あんな女男みたいな奴と親しく飲み交わすようになったのか。俺の方でうっかりしたのだ。彼は平素、愛想のいい青年紳士らしい虚素なので人目にはつかない。だが酔ってくると、キクコの前だけかもしれないが、何か粘っこい女らしさを発散する。それがわざとらしい不自然さではないだけに、俺の神経を刺激するのだ。相当に名の売れた楽器店の息子で、
園部の弟子と自称してるところを見ると、試作も少しはやるらしいし、また楽器も多少はいじれるらしいし、ダンスもやるらしいし、そして楽器店の商売にも外交的手腕をいくらか持っているらしい。つまりいろいろなことができて、結局は何もできないのだ。酔った挙句に男でも女でもなくなるのと同様だ。敗戦後の苛烈な世の中に、こういう文化人。彼もまあ一個の文化人だろう。それが残存しているということは、あるいは新たに生まれたということは、悲しい事柄だ。俺と彼と何の関係があるか。俺は園部の友人であり、彼は園部の弟子だと自称してる。それだけの関わり合いに過ぎないのだ。しかし、精神を喪失したかかしのような彼と俺との間に、キクコの体があった。中野はビールを飲んだり、スタンドに身を持たせてくねらしたり、何か思い余ってることでもあるらしい様子だった。キクコは微笑を浮かべてそちらをちらちら見ていた。身を動かすごとに、薄物のブラウスとシャツ越しに、豊かな乳房の揺れるのが見えた。これは俺の想像ではなく、全く見えたのだ。そして俺は、中野の死体と、キクコの乳房と、両者をつなぐキクコの微笑の眼差しとに苛立たせられ、また情念をそそられた。そこで立ち去ればよかったのだが、未練がましく粘ったために変なことになった。いや、なしてしまったのだ。キクコは酔った時の癖で俺たちにタバコを振る舞った。そのタバコはもう店を閉めるという合図であり、帰ってくれとの催促なのだ。雇いの子女はもう戦国帰っていってる。中野はタバコに火をつけてそれから言った。トランプを貸してよ。どうするの？とキクコは尋ねた。あれをしてみるのよ。じゃあやってごらんなさい。何か二人だけの約束事らしい。中野はトランプを並べた。円形に時計の文字盤通りに四枚ずつ十二箇所。そして中央に一箇所。その中央からめくり始めて、出た数字のところへ移ってゆく。時計占いだ。彼は器用な指先で札をめくってゆく。中央の器具が四枚揃って開いたところで、調べてみると、七時のところに一枚だけ腐ったのが残っていた。それご覧なさい。と、キクコは言った。一杯だけよ。どっちにするの？いいえ、
お酒はもうたくさん。それよりか、全く不思議よ。不思議というのは、七時のところにだけ一枚残ったことだった。彼が言うには、この頃毎日続けて朝の七時に夢を見る。変な夢を見る。それが気になっていたところへ、トランプがまたそれを示した。マダムも七時に夢を見るでしょう。七時ごろ夢なんか見ないわよ。でも今にきっと見るようになってよ。どうして？占いに出たんですもの。七時に夢を見たらどんな夢だか私に話してね。ちょっと気になることがあるのよ。彼はスペードの七を手に持ったまま、まつげの長い黒ずんだ目で彼女の顔をじっと眺めた。彼女は笑みを含んでその視線を受け止め、彼のグラスにウイスキーをついだ。さあ、占いの一杯よ。彼は一息にそれを干して立ち上がった。俺に一礼した。どうぞごゆっくり。お先に失礼します。一人になってから、俺は急に癇癪が起こりそうで歩き回った。飲み直しに日本酒の熱燗を頼んだ。もう湯は冷めきっていた。ぐずぐずしてると、開花の表口ばかりでなく裏口も締め切られて、厄介なことになるかもしれなかった。いいさ、夜明かしで飲むよ。じゃあ、私も付き合うわ。二人とも酔ってたけれど、そんなことになったのは、中野の幻影が残ってたせいもある。その幻影をそのまま置き去りにはできなかったのだ。酒場の奥は六畳の二本間だ。置き床と押し入れがあって、雨戸にガラス戸にカーテンと割によくできている。そこに小机、洋ダンス、鏡台、食卓、火鉢、その他一通りの器具がごっちゃに雑居している。俺と彼女は電熱器のそばに一升瓶を引きつけ、飲みながら夜明けを待った。待つうちに酔いつぶれた。何かしらもうめちゃくちゃだった。そして俺は彼女の体温の中に沈没した。わずかに覚えてることは、俺が少しく凶暴だったことと、彼女が少しく冷静だったことだ。彼女は衛生器具を備えていた。それからその後も、彼女は霊感性かとも思われる節があった。ただ、彼女のちぶさと太ももは甚だしく豊満だ。俺がもし画家だったら、ちぶさと太ももだけを巨大に誇張して彼女の肖像を描くだろう。
その巨大なちぶさと太ももとは、俺の理智を麻痺させ、俺の感情を麻痺させ、俺の目をつぶらせる。そこでは目を開くことが不安で、目を閉じることが楽しいのだ。それでも俺は時々暴れた。彼女を実は愛してるのか憎んでるのかわからない気持ちの一種の焦燥のあまり、その胸を殴りつけ、その首に噛みついた。痕跡の死斑を隠すためか、彼女は和服を着ることが多くなった。冷静なのだ。ある時、俺を本当に好きかどうか尋ねたのに対して、彼女は冷静に答えた。好きよ。あんたのゴツゴツしてるのが好きよ。男ののっぺりしてるのは私嫌い。ゴツゴツしてること。感情的にも身体的にもゴツゴツしてること。それは彼女の豊かな肉体には一種の快適な刺激ではあろう。だが、中野は一体彼女にとってどうなのか。俺とああいう仲になってから、中野を見る彼女の眼差しは、ますます優しさを増したことを俺は知っている。中野に耳をしゃぶらせ、くすぐったくて飛び上がったではないか。それ以上の肉体的交渉は彼らの間になさそうだが、それがかえって俺に不安を与えるのだ。俺はいつしか中野を避けるようになってしまった。だが彼の幻影は彼女との抱擁の中にまでつきまとってくる。それでも俺は一人になると変に肌が薄ら寂しく、ふくよかな彼女の体温が恋しくなる。そしてしばしば夜明かしの酒飲みに、つまり泊まりに行った。俺はなるべく他の客たちと顔を合わせるのを避けた。マダムの愛人らしい振る舞いではなく、その真男らしい振る舞いなのだ。他の客たちの中心には、言うまでもなく中野宇三郎がいた。そしてややもすると、彼から俺の方へ押し寄せてきた。それでも、やはり俺は虚勢を張って、酒場で早くから飲み出すこともあった。菊子は何食わぬ風を装っているが、誤調や素振りの些細な点で、俺との真実を暴露してしまう。それによって俺はかえって救われた気持ちになる。思えば浅ましい限りだ。なるべく早く酔ってしまいたく、立て続けに飲んで、さてその後では時間を持て余し、屋上をぶらつくこともしばしばあった。先日もそうだった。冷ややかな夜風がそよ吹いて、上弦の月が西空にかかっていた。その淡い月光は、高いビルの屋上では地上よりも身に染みて、園部のいわゆる旅情をそそる。
俺は胸壁にもたれてタバコを吸った。その時、中野が近づいてきた。彼を平気で迎えられたのも、旅情のせいだったであろうか。彼はもう相当飲んでいるらしく、2、3度大きく息をついた。そして何かはばかるようにゆっくり口を聞いた。さすがに俺に向かっては女口調は使わなかった。酔っていらっしゃいますか？いや、そう酔ってもいないよ。なぜだい？だって、あなたは酔っ払うともうめちゃくちゃですもの。彼はちらっと笑ったらしかった。ちょっとお話があるんですけれど。それを彼はなかなか切り出さなかった。タバコを1本数枚かかった。まつげの長いその目が、淡い月光のせいばかりでなく、弱々しく悲しそうに見えた。マダムのことなんです。俺は眉を潜めた。マダムは私を怒ってやしませんかしら。耳のことだなと俺はとっさに思ったが、実は違っていた。怒ってるんでしたら、それは誤解なんですから、あなたからもよくおっしゃってくださいませんか。一体何のことだい？話を聞いてみると、実につまらぬことだ。彼の知人に音楽家の若い女がいた。バイオリンが専門だが、繊細でピアノを焼き、今度新しいのを中野の店から買うことになった。その女流音楽家がビールが好きなので、キフコの店へ案内して飲ましてやった。ただそれだけのことで、他には何もないんだそうだ。それをマダムがどうして怒るんだい？誤解してるんです。私とその音楽家と変な仲だと思ったんでしょう。変な仲だっていいじゃないか。だって私はマダムを好きですし、マダムは私を好きなんです。ほう、相愛の仲か。いいえ、違いますよ。ただ好きなんです。私はあなたとマダムのこともよく知っています。けれどそれは別の問題です。私は何とも思ってやしません。そんな問題ではなく、ただ私はマダムを好きですし、マダムは私を好きです。その私が他に恋人を持ってるなどと誤解されるのは辛いことです。マダムは誤解してるんです。私からあまり弁解するのも変ですから、あなたからも口添えしてくださいませんか。つまりその音楽家が君の恋人でないということになればそれでいいのかい？そうなんです。そしてそれが本当なのかい？本当です。そんならもうそれで構わないじゃないか。ただ、
マダムから誤解されて怒られてると私は嫌なんです。そんなことわけはない。僕からもよく言ってやろう。お願いします。話はそれで終わった。ところが、やがて酒場に入って菊子の顔を見ると、突然俺は自分の立場の滑稽なのを感じた。彼は俺と菊子との仲をよく知ってると言った。それは本当だろう。しかもその俺の前で、それは別問題として、彼と彼女とはお互いに好きだと公言した。全然俺を無視しているのだ。そして女流音楽家のことなどを持ち出した。そのずうずうしさには何か他に秘密があったのだろうか。俺は中野の話を菊子に伝えた。彼女は笑った。あの人、かわいいところがあるわね。私がちょっと拗ねた風を見せるとすぐ本気にするんですもの。中野は君を好きだと言った。君も中野を好きだと言うんだね。まあ、そうね。それを僕の前で言うのかい。言ったっていいじゃないの。遊びですもの。彼女はキラキラ光るような瞳をじっと俺の目に据えた。あんたの方は遊びじゃない。真剣なのよ。そして彼女は俺の首を抱いたが、俺は唇を背けた。彼女は俺の方を真剣だと言う。だがそれは体だけの真剣さだ。この真剣さはいつ他へ移動して、俺のところには遊びしか残らなくなるかもしれない。中野はそれを見抜いているのかもしれない。あるいは本能的に察してるのかもしれない。実際のところ、俺の方だって、菊子を愛してるとは言えない。ただ体だけの享楽だけじゃないか。しかしそれならば、一体愛とは何だ?彼女の体温に溺れ込みたいこの誘惑や衝動は何だ?俺は決意した。もっとも、今考えると、それは酔いどれの決意だ。俺はかなりの金額を調達した。菊子のところへ借りの全部を払い、さらに余分に彼女に預けた。そして飲めるだけ飲んだ。彼女を通じての伝言で中野も来た。めでたい用件だが、それは最後にしよう。俺はそう言って、彼に酒を勧め、菊子にも勧め、女流音楽家の一件をも酒の肴にした。もう小女も帰って行ってるし、他に客もなかった。そして最後に、俺は次のように宣言するつもりだった。さあ、三人とも酔っ払った。
だからもうつまらない遠慮などはいるまい。今夜は三人で一緒に寝るんだ。僕と菊子さんとはもう肉体的に深い仲だ。それから中野くんとマダムとは互いに好き合ってる仲だし、耳を舐めたり舐めさしたりしてる。僕と中野くんとはこれは兄弟だ。愛情の同窓だ。さあ寝るんだ。菊子さんを真ん中にして寝よう。中野くんは耳をしゃぶれよ。僕は首に噛みついてやる。菊子さんがどうするかは菊子さんの自由に任せよう。そんな気違いじみたことを、俺は自暴自棄的に、しかも真面目に考えていたのだ。それが俺の決意だった。ところが、いかに酔っ払ったとはいえ、いざとなると、その実行の困難さが分かった。この屋上から飛び降りるのと同じぐらい困難だ。たとえ目をつぶっても、飛び降りるのだという自覚はどうすることもできない。たとえ菊子や中野が承知するとしても、俺の魂がそれに反発する。しかも最も悪いことには、菊子も中野も、あるいは面白がって承知するかもしれなかった。彼女の盲目な肉体は、また彼のいびした精神は、それを受け入れうるかもしれなかった。だが、俺の魂は頑強に反抗した。俺はいつしか深い瞑想に沈み込んでいった。どうしたんでしょう。なんだか様子が変ね。と中野が言っていた。飲みすぎたんでしょう。と菊子が言っていた。用事ってのは何のことかしら。さあ、私にもわからないわ。そのような言葉を遠く耳にして、俺は身を動かした途端に、コップを二つスタンドから落としたらしい。ガラスの砕ける澄んだ音に、俺は我に返って立ち上がった。用件とは酒を飲むことだ。さあ、もっと飲もう。俺は祝杯をあげかけたが、また腰掛けの上に崩れ折れてしまった。あたしもう帰ってよ。ええ、それがいいわ。声だけ聞こえた。中野は立ち去ったらしい。菊子はちょっと後片付けをしたらしい。そして俺は寝床へ連れ込まれたらしい。アルコールの過度の刺激で、俺は夜中に目を覚ました。それから俺は、肘でつつかれて寝返りをした菊子の下品な耳をしばらく見ていたが、ひどくわびしい気持ちになって、そっと起き上がった。枕元の水を幾杯も飲んだ。その水のコップに変に黄色がさしていた。持ちようによって、黄色は浮き出したり消えたりした。それが置き床にある柿翼の花の繁栄だと分かった。
器の花瓶に三輪、無造作に生け込んだ黄色いカキツバタの花だった。普通の白や紫の方がよほど綺麗なのに、どうして嫌な黄色の花などをこしらえるのだろう。ことにぼんぼりの二色光で眺めると、その黄色はほとんど生気がなくて作り物のようだ。そんなことを考えていると、また鼻先に菊子の耳が見えた。その耳もなんだか黄色みを帯びている。気のせいかぼんぼりの白髪も黄色みをたたえている。部屋の中の明るみ全体も黄色っぽい。俺は目をこすり、立ち上がって両腕をぐるぐる回し、座って額をたたいた。あら、どうしたの。キフコがこちらを向いて、目をパッチリ開いていた。その目もちょっと黄色くて、そして何にも見ていないもののようだ。俺は頭から布団に潜りかけたが、彼女の体温に惹かれて、その大きな乳房に顔をうずめた。彼女は柔らかい片腕を俺の首に巻いた。俺の目から涙が出てきた。悲しいのではなく、ただ涙が自然と流れた。それから呼吸が苦しくなった。俺は自分で自分の息を塞ぐように、彼女の乳房にますます顔を押し当て、両手ですがりついていった。そして彼女の体温にむせ返ると、寝返って彼女の方へ背を向けた。俺は酔っていたのではない。だがすべて夢のような心地だ。しばらくうとうとして、またはっきり目が覚めた。彼女はよく眠っていた。俺はそっと起き上がって、寝巻きを脱ぎ捨て洋服を整えた。そして草履を突っかけて、外の屋上へ出、木の腰掛けに身を託した。かすかに冷気を含んだ暖かい大気が、緩やかに動いていた。暗い空にところどころ星が遥かに見えていた。俺はもう何も考えず、星の光に瞳を凝らして、そしてうとうとしたらしい。目を開くと壮麗な朝焼け、冷たい梅雨。まるで別な世界だ。不思議と二日酔いの気持ちもない。俺はもうこれで菊子から離れ去ろうと思う。ここの酒場に来ないというのではない。ただ彼女の体温から離脱したいのだ。このような盲目の愛情を、俺の魂はもう担いきれなくなった。しかもどれだけの愛情か。彼女は俺とのことを真剣だと言った。また、ある法要の瞬間、彼女はうめいて、
あんたが一番好きと言った。そのような言葉を、かつて彼女は誰にも言わなかったであろうか。また、今後誰にも言わないであろうか。いいなと黎明は答える。朝焼けの色彩はもう次第に薄らぎ、白金色にいぶされて、地平の彼方には太陽の光線も立ち上っていることであろう。キフコの体温への別れの言葉を俺は探し求めた。だがそれは見つからなかった。僕は君を本当に愛していなかったと言えば嘘になる。もう君に飽きたと言っても嘘になる。君の乳房の中で僕は窒息しそうだと言えば本当だが、彼女にはおそらく意味が通じなかろう。いっそ何にも言わないことにしよう。中野のことなどは、これから勇敢に無視するだけだ。俺は立ち上がって伸びをした。背筋が心よく、だが首筋が少し痛い。重荷を背負った後みたいだ。まさしく、何たる重荷だったことか。キフコや中野みたいな重荷を担う者こそ災いだ。だが、まだこの屋上から出て行くには早朝すぎる。扉が閉め切ってあるだろう。飛び降りるようなバカな真似はしないことだ。深呼吸をし、全身の体操をし、そして日の出を待とう。